久子の虹色シャコ日和。はい、水曜日の14時になりました。花岡久子の虹色シャコ日和、本日もどうぞよろしくお願いします。言えた。はい、皆様こんにちは。よく言えました。ありがとうございます、タイトルコールを、私以外の人に言っていただくのはこの間石川陽子ちゃんに言っていただいて、で今日は、はい、なんとかできた。あの水曜日のみたいな感じだったけど、あの陽子さんはね、そうそう、 なんかあの今日は流暢に言っていただいてありがとうございます。はい、はい、あのもう皆様ご存知かと思いますけれども、今日お家から一緒に来ました、最初に生まれたレイナちゃんです。佐野レイナです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、うん、まずどうしようかな。これはコメントからじゃあ読ませていただいて、うん、はい、よろしいですか。はい、コメントいただいてます。前田香澄さんです。浜松の方、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この間なんか小指を骨折、足、いかがですかね。はい、あの小魚取って、あの早く治ってください。久子さん、皆様こんにちは。7月に入りました。2023年後半スタートです。暑いですね。こんなに暑くて8月9月はどうなるのでしょうか。本当に、我が家の月下美人も狂い咲き状態。やはり年々暑くなっているのかなと感じます。月下美人ね、お家で咲くやつ、咲くやつ、そうそう、あの一晩しか咲かないです。香りがすごくいいんですよ、うんうんうん、で私も大好きなお花でって言って、うちで育ててるわけではないんですけど、私そういうの育てるのダメね、あ、子育てもなんかそういうの育てるのダメです。はい、それであの月下美人ね、本当に大好きで、今ね実はスマホの待ち受け月下美人のお写真にしてますね。それがそれなのね。それがそれ、そうそうそう、すごい、これこれこれ綺麗でしょ。私大体白いお花好きなので、でこれ香りがすごくいいらしくて、こうなんか一晩だけ咲くってなんか神秘的じゃない？どのスパンで、どえスパン1週間に違いますよ。あ毎晩咲くのからそんなにレアじゃない。毎晩朝顔じゃなくてゴール顔になっちゃう。違う違う、毎晩咲いたりしない。どのスパンでかによらない。いやちょっとそこまで詳しくない。好きとか言いながら、好きなのに。え、一生に一回なんじゃない。そんなことない。でも狂い咲き状態、気温が高いと咲くよっていうことなんじゃない、うん、ちょっとこれ宿題だな。宿題。さて今日はゲストがレイナさんとのこと、はい、来週のライブは、配信での参加ですが、今からワクワク楽しみです。ペン楽ちゃおうかななんて思ったり、あ、ぜひぜひ、ぜひあのお願いいたします。大気はまだ不安定で、梅雨明け前にまだもう一振り二振りもありそうですので、お気をつけて。それでは素敵な午後を。前田香澄さん、いつもありがとうございます。はい、今日もちょっとどんよりな感じで、昨日も雷マーク出てたね、うん、でも鳴った。一昨日の夜から昨日の朝にかけてちょっと光ってはいたりしてましたね、うん、でなんか土曜日も、人によっては土砂降りとか、うん、局地的なやつ、局地的、なんかさことちゃんがあの屋上に今栽培しているものがなんか、あ、すごい雨で心配でとか言ってたけど、いや月下美人じゃないんだけど、いやなんかオクラの収穫とか、あ、オクラ、ね、お野菜系、なんかバジルとか作ってるみたいなんだけど、でも土曜日も私は雨に合わなかったし、だからこう局地的に短時間で降ったりしてるんですかね、うん、まあ、夏らしい感じ、夏らしい、うん、そう、でもまだ梅雨も明けてないのに、うん、なんでしょうねって感じで、とにかくあの暑いのがダメなので、もう顔しかめながら来る感じ。顔しかめながら、ね、はい、じゃあゴンママさんのコメント読ませていただきます。いつもありがとうございま います。今日のゲストは佐野レイナさん。はい、これまで何回かライブを拝見させていただきましたが、同年代の男性と2人でのライブは初めてです。そうですね、確かにね、うんうん、本当に当たったことないし、うん、レイラ君とは初めてですね。ライブじゃなくてもあんまり普通に同年代と歌うってないよね、うん、あの
普段そうね、あのお二人のデュエットはあるのか、セットリストはどうなるか、お二人とも歌だけではなくトークも上手なので今から楽しみにしておりますとのことです。いつもありがとうございます。じゃあちょっとライブのお話をしましょうかね。そうしようかな、だって今ほらその流れ出すの出してお願いします。こちらですね、はい、あ、出してくださった、ありがとうございます。はい、今月7月14日ですね、もうすぐ来週だよ。わお、あと10日ないわおとか言う人いるの未だに。わおとか言う WOW わお、はい、わおで、はい、言って、6時オープンの7時スタート、場所は朝18時って書いてあるでしょ。そうそう、だから6時ってあえて言ったからそうかなと。いや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 、あのネットラジオだから、はい、画面あるからそうかね、はい、夜6時オープンの夜7時スタートで、場所はいつもの汐留ブルームいつものいつものね、そうそうですね、新橋から行けるよっていう、はい、一番近いのは築地市場です。築地市場ですね。今回はフライヤーにちゃんと地図もつけました。あ、親切。そう、親切、うん、いつも私不親切で調べてきてねって感じでいつも私載せてないんですけど、うん、それ で全然まだ今から行けるよっていう人いたら全然ご連絡いただいて、お席まだ余裕があるそうです。あるので、はい、はい、いいんですが、うん、まあ、急は無理だよっていう人のために配信もご用意しておりまして、こちらは、ツイキャスにて2週間アーカイブも残りますので、当日リアタイできないよっていう人も全然大丈夫だし、もう100回見たいよっていう人も1回買うだけで100回見れますので、2週間の間に100回はちょっと大変だね。いやでも流しっぱなしにしといてうるさって、うん、なのでそれはあのどっかにアドレスがある、ツイキャスはどっかに、どこにあるの、うーん、ちゃんとママのツイッターがどうしたらいいんだ、いつもどうしてたっけママのツイッターか、うん、レーナのツイッターとかにも出したらいいじゃないかな。そうですね、うん、あと、まあ、はい、こちらのを、ね、終わってから使わせていただくっていうのもそうですね、ありですかね、まあどうにかして、うん、どうにかしてどうにかして、はい、あるので、ツイキャスのアプリを入れないとダメだよね。あ、そう、しかもなんか2種類ある、うん、見る方と、あの緑色の方、そうそうなら OK、 なんか見る用と配信用、ちょっと耳を逆にしました。こういうお世話もしなきゃいけないママ。ツイキャスビバービューワーの方かな、うん、そうかな、そう、はい、で内容はどうなんでしょうかね。内容はですね、お二人のデュエットはあるのか、セットリストはどうなのか、うん、デュエットするよね。デュエットする、めちゃめちゃする、めちゃめちゃする、うん、なんか曲数デュエットの曲数多かった気がする、ね、あります、うん、あとはどこまでソロもやるソロもやる、当然ソロもやる。あ、そう、伴奏はいつものエレクトロンのジャイアンこと、ジャイアンこと立花光一さんに今回もお願いするので、うん、またなんかあれ、あのエレクトーン光らせたりするの、あーお願いしようかな前回ね、私トレーナーの時になんか光るやつを買ってきてくれて光らせてくれてたね。そう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 、うんうん、お願いしようかな、うんうん、内容はどこまで言うんだいや、ただこのレイナ君とレイナちゃんが一緒にやるっていうのは、これは世界でも稀な探してないけど多分ないねいや、もしかしたらなんかこう、うん、と男性でも女性でもある名前、ひかるさんとか、ゆうきさんとか、そう、あとかずみさんとか、あ、もしかしたらそういう、はいはいはい、そういうお二人が二人とも歌をやっていてっていうことはもしかしたらあるのかもしれませんが、レイナとレイナっていうのは私はないね。レイナくんって珍しいね。レイナくん、そう、レイナくん珍しいですよね、うん、私も初めて知った時びっくりした、うんうんうん、そう、江上レイナくんですね。うん、うん、でもなんかこれ、このこれっていうか、このお二人でなんかやろうっていうのはこの、1月に私がレイナくんとやっぱりこのブルームードさんで、昭和歌謡の、今彼なんか昭和歌謡のお仕事頑張ってやってるんだよね、うん、なんかいっぱいステージやってるって言ってた。そう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 、いっぱいやってるので、あの木山優作さんと組んで、あの木山さんのステージと、あとなんかそのレイナくんたちの4人ぐらいの、あ、ちょっと分かんない、私行ったことないまだこれから行くので、あのちょっと分かんないんですけど、なんかその、ユニットがあって、4人の歌なのかと思っていたら、バイオリンとピアノの人もあ、へで歌が2人なのかな、
あ、知らない。なんかそのユニットがあって、なんかお揃いのなんか素敵なジャケットとか着てやってて、それとあと木山さんとなんかそんな感じのじゃないのかなと、毎回そうかわからないんですけど、結構全国あっちこっち行ってる。あ、そうっぽい。ね、うん、ね、なんかこう乗り物の写真がよく出てたりとか。乗り物？乗り物乗り物のこうなんか座席に座って、ほら、そういうことで、なんかそうなんかゴンドラとかそういう話なのか。なんか違います、あの船とか違います、そういう乗り物じゃない違います、館船とかね、そういうことではなくて、そう、それでなんかレイナ君が、どこで話すごいこっちに行っちゃった、そうそう、それで、そうそう、昭和歌謡の1月にやって、で終わっ、それが終了した時になんかその時伴奏してくれた石川陽子ちゃんが、あの石川陽子ちゃんが、あ、なんかレイナレイナでやればいいじゃんみたいな、今いつもの感じでこうまったりと言って、あ、いいんじゃないみたいな。そうで、なんかその日に決まって、その日に決まったね、日程を抑えてみたいな、そうで、最初なんかレーナレーナだから7月7日にやったら面白くないとか言ったら彼がお仕事なのね、そう、ちょうどスケジュールが合わなくて、そうじゃあ1週間あと、うん、っていう風になった、はい、7月14日ですね、なった。うん、レーナくんね、レーナはレーナくんのことはもうちょっと前から知ってたよね、うん、なんで知った、なんで私と前にもやったから、うん、その1月より前に、うん、あ、でも知ってたじゃん、なんかレイナ君のこと。いや、だってママが言わなきゃ知ってるわけないじゃん。会ったことはあったよね、でもね、多分その前にも1回ぐらい確かライブを一緒にやってるんですよね、多分そこで知ってたね。でもなんか初めましての時を覚えてない。うん、確かに、うん、私すぐ忘れちゃうから私じゃないんだからそうそう、それでまあレイナ君と、いや、まあ、そう、あの歌を歌ってる人だからね、で、まあ、この間も、まあ、彼もここに座ってくれたことがあって、その時も、まあ、そうよ、それで、お話ししたことがあったんだけれども、あの、まあ、私の先輩お二方の息子さんだったわけよ。だわけよ。そう、全然知らなかったんだけど、江上さんっていう指揮家の先輩 と、稲見さんっていう私と同じ門下の先輩が結婚なさったとこまでは知っていたんだけど、うん、それは大学時代の話。そう、私が大学1年に入っ、1年生の頃になんか先輩お二人が結婚なさると、それで、あの、稲見先輩がね、あの、なんかね、もう司会者の方がもう最後の方になったらね、江上家だか稲見家だか分かんなくなっちゃってた、ありますよねみたいな、それを大学1年生の時にふーんって聞いていて、もう何十年も時が経った時にある方が、久子さん紹介したい男の子がいるんです、江上くんって言うんですけど、お父様が指揮者でお母様がソプラノの歌手で、あのうちの子だって思ったあのうちの子だと思って、そしたら、そうだから、あの、芸大だったんだっていうこととかも全然知らなくって、そう、ね、それで、ね、初めて玲奈くんにお会いしたのはもうだいぶ前ですね、 4,5 年ぐらい前、そうで、玲奈くんって言うんですね、うちの長女も玲奈なんですみたいな話をして、でもそれが、まあ、念願のというかね、奇跡のコラボですよね、まあ、ちゃんと書いてある、うんうん、これ私が作った、そう、このフライヤーさんなんかね、もう私いつもフライヤーレイナにあのお願いするんですけれども、今回ちょっとね、あの、頑張って、自分の出し、そうだなと思って素敵じゃないこれ、夏祭りというからにはちょっと祭りっぽい感じのコンセプトはあるんですかね、まあ、予定、うん、らしいです。うん、別にあとは、うん、みんな祭りっぽい感じで来てくれていい。あ、本当？たこ焼きとか。え、何？たこ焼き焼くの？買ってくるの？こう持ち込んだり。あの、鉢巻きとかしても全然いい。鉢巻きとか。あとなんかこう、うん、ほら、こういうとこにさ、こういうとこにあの、うちは刺しちゃう。祭りみたいな。そう、うちは刺しちゃうとかね。ちょっとあの屋台とかはないんですけど。あ、残念ですね。そうか。ちょっと大変かな。うん、そう、じゃあ、あの、ここまで、あ、でも言い過ぎちゃうかな。まあでも夏っぽい曲やる、いっぱい、いっぱい、うん、夏っぽい曲のコーナーがある、コーナーね、うん、うん、あとはどういうコーナーがあるの？あとはディズニーの曲もやるし、うん、うん、まあデュエットって言ったらね、ディズニー、そうね、いろいろあるね、
あるね多分みんな知ってる曲、あれとかこれとかって、ね、あれとかこれとかそれとか、それやるのねもやるし、ミュージカルのコーナーもある。ああはははあとはあ、J-POP 系も歌う？あ、やるやるやる、じゃあ結構私はやるやる、うん、じゃあ結構盛りだくさんな感じではあるね。いろいろあります。時間足りんの？足りるなぜなら、ディズニーの曲はそんなに長くない。ああそういうことか、そうか、そうか、確かに、ね、今回長い曲はないね、だからほとんど喋っちゃうかもね。だから喋って時間が足りない可能性は大いにある。あのね、レイナ君結構トークするよね、結構トークする。2人で喋っちゃうとあの、そうだね、終電間際とかになっちゃうから。ダメダメダメ。あのお店の片付けもあるし、皆さんもね、あの金曜日とはいえ、土曜日お仕事の方もいらっしゃるので、ね、まあ、そこちょっと時間見ながら ね。でも私あのレーナと2回やったじゃないですか、ブルームードさんでね、そうだからお客さんで見れるのは初めてなんで結構ワクワクしてるの、もう何着てこうとか思っちゃって結構ワクワクしてるんですよ。歌わないでしょ。歌わない、そういうコーナーないからね。儲けてないですよ。飛び入りとかないんですか？ないですないです。時間足りないんで。今回なんかパパも見れる、いやないですから、いや2人でデュエットとかするか ないのね。残念。じゃあ普通の、そういう時間はないんです。普通のお洋服、そういう感じでいいんじゃないですか。わかりました、ありがとうございます、はい、でもなんかそのレーナが、その一緒にやってる時はもちろん私は控え室にいたりとか、まあ、一緒にステージに出てたりなので、 こっち側っていうか客席側から見るのはもうなんかあの専門学校こうのなんか2ライブやってた発表会みたいな感じの以来ぐらいかな、ね、でもなんかねいつも楽しそうにやってるんで、そんなにそんなに私は緊張せず見てるかな。何も考えてない人みたいになっちゃうじゃん。いやでもほら私がそうだから。ああね、そう、あのだから今ちょっとふと思ったんだけど、あのパパがファンともやるのを見てる方が緊張するから。まあ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 、まあ、そうだからレーナがライブで歌うのはそんな大丈夫かな、あ戻った、あの私はねほらオペラ座に出ていた経緯もあるので、そうなんですか。一応ちょっとだけ やってたんですよ。そう、それであの、パパがオペラ座に出てるのを見るのはなんかいろいろこうほら、あここが難しいのよねとか、段取り的なここがそう段取り的なこともあるので割と緊張するんですよ。知ってるからこそ。知ってるからこそ。あ、うまくできるかな。そう。レーナはパパのを見るときはどういう感情で見てるんですかね。なんか前もそんな話しなかった。どう？視聴者さんまたってなっちゃうよ。そう？でもほら、今つけた人もいるかもしれない。今つけた人。今ズーリさん。今。どうですかね。こんにちは。今つけた人。どう？どうって何？どういう感じで舞台を。だから前も言ったけど別にもうそれが普通だからそのどうとかないわけ、あそういうものだと思って。だから前言ったのをちょっと今思い出した。職場見学的な感じ。そう的な。お父さんのよくあるじゃん、なんか小学生とか中学生とかで、お父さんの職場を見てみましょう、仕事をしろみたいな感じ、そのぐらいかな。でも例えばそのまあ職場見学もそれそうなんだけれども、例えばね、例えばファントムの舞台であるとしたらば、一番最後に中央からこう歩いてきて、かっこつけてタキシードそうまっすぐ歩いてきて、あの時お客様のこう拍手が今いつも一段とこうあの上がるのを私はいつも感動するんです、本当に皆様ありがとうございますという気持ちなんですけれども、そういう姿を見たりすることはどうなの。すごいなとは思う。あ、すごいとは思うんだ。思うでしょ。すごいとは思うんだ。なんか、そう当たり前ではないからね、そういうことは。でも普段のお家に何料理してる。お料理してる。だいたいキッチンにいる。わかるよ、あの子横から横から見る感じね。そう、なんか痩せてる感じの人があのキッチンにこっち横から見る感じのあのパパがビールを飲んで片手にそうそうあのお料理作ってるねパパがやっぱりああやって大きな舞台であんなにたくさんの拍手をいただけるっていうのはやっぱりちょっとね
特別な感じがするよね。うん、それはそうだよ。そうでもほら私は血がつながってないけどあの人とは他人、まあまあ、そうだけど血がつながって、ね、あっちごめんねごめん遊ばせ放送事故起きたあの血がつながってる人がああいう風になんかもうあんなさ千人とかの方の拍手をいただいちゃうのってどうなんだ、どんな感じどう私が血がつながってる人がとりあえず千人の拍手をもらってるのはほらレイナちゃんが東京ドーム公演をやってくれないと東京ドームは5万5千人だよ、千人とかじゃなかったそうだけれどもなんかそういうあだから今度このライブを見て、まあ、1000人来ないけど1000人はブルームドさん入んないんだけど立ち見でも無理だよ、そうでも無理無理そうだけどそこでレイナが たくさんの拍手をいただけたとしたらパラパラパラどうしようなかったら悲しいけど、たくさんの拍手をね皆さんからいただけたとしたらそこでこうなんか私の中に芽生える感情と同じなんじゃないわかんないけど、でも娘なのとやっぱりお父さんなのとはやっぱりちょっと違うかな、まあ、私のお父さんはほらそういう人じゃなかったからそういう人じゃなかったから ねどんな感じで見るのかなと思うわけ。うんうんうん、シーン何を話せばいい、うん、もうなんかこのあちょっとライブのことから脱線したけどライブのことはもう大丈夫言うことないですか、でブラブラしないのちゃんとしてても本当にもうやだないとりあえずは親の顔が見てみたいです、ね、本当だよね本当だよねちゃんと育てたんですけどねおかしいな、ちゃんと育ててもないそうね、うん、育てられたとは思ってないね、そうですね、それでなので、だからライブのことはいいですかね、デュエットはあるのか、うん、セットリストはどうなるかのかなってこのママさん言ってくださったので、あみんな聞いたことあるなみたいな曲が多いです。うんうん、そんなに変な曲はやらない変なんか特殊な曲はやらないから、うん、絶対多分ほぼ聞いたことあるんじゃないかな、そうなんだ、レイナ君のソロもそんな感じ多分、うん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 、そんなに、ジャイアンもソロある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 、うん、そう今回お願いしたので、うん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 、楽しみだね、エレクトーンすごいよね、うん、もう一人でオーケストラできちゃうからね、本当にすごい、うん、からそれもぜひあのご覧いただきたい、ちょっと何を弾くのか私もまだ知らないそうなんだ、うん、じゃあそちらもねあの、うん、お楽しみにしていただけたらと思います。だから全然なんか気楽な感じでいいと思う、うん、本当に知らない曲ないと思う、あ本当じゃ あの皆さん楽しんでいただける感じかな、うんうん、で、配信もありでアーカイブが2週間、うん、残るということですね、100回見てください、はい、ということです、ね、何回見ても同じお値段です、うんうん、はいということですね、です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あと何のお話する、わからない、 あのこの間何うるさい、なんかあれ言ったじゃんあのレーナと珍しく都内で一泊したんですよ、髪忘れて帰ったのに撮ってきてもいいよ、撮ってこようかな、うん、いいよ、えそんな自由な番組なんですか、そう自由な番組、全然私繋いでるから大丈夫あじゃあちょっとね、じゃあこれを一応イヤモニを持った状態でいいんですか、大丈夫なんですか、はい、撮ってきて大丈夫ですよ、はい、大丈夫な、あのお手洗いで全然平気な感じだ、ね、そういう感じ、そうそうそう、開けてくださってありがとうございますなんでしょうね、もうちゃんと持ってきてって、ね、そうさん、そうなんですよ、都内で一泊したんです、先週です、日月ってね、うん、とホテルに一泊して、それはなんかどういう何のためかというと、都内に一泊ってないですよね、都内に家があるのにね、 それであ早かったね、うん、お帰りなさいまし、はい、じゃ おかけください、クイズノック、これまた逆にしたいなって皆さんご存知ですかねクイズノックっていうのは、この視聴者さんはどうかな、YouTube、まあ、主に YouTube とかを
メインで活動している東大発の知識集団、うん、めっちゃ頭いい人たちの。みんな東大出てるの？うん、東大じゃない人もいる。あ、うん、でも早稲田の方もいるし、私とは違う感じの人たち、ね、あと何、東工大とか今 スルーしたね。え、何そう、私とは違う感じの人たち、ね、あ、全然違う感じの人たち。そうそうそう。でそのなんか、だからあの東大王とかいうテレビ番組、局どこだったかな、クイズ番組、うんうん、とかに出てる、うん、なんか伊沢さんっていう一番このクイズノックの立ち上げた人、うん、めっちゃ有名な人、うん、まあ、CEO かな、このクイズノックの、うん、CEO？ 偉い人、偉いんだね。だからまだまだ出てらっしゃるね。うんうん、うん、それ何年ぐらい前から、そのクイズノックっていうのは、クイズノックは多分できたのが2016年とか。あ、じゃあもうちょっと経ってる。うん、うん、割と前で、なんかレイナがそういうのが好きで見てたの？夜な夜な。YouTube で、そう、夜な夜な。たまたま多分最初はおすすめなんかなんかに出てきて、うんうん、見てて、ハマっちゃって、うん。クイズ好きなの？クイズ好き。うん、てか、なんだろう、その、あ、それです。ありがとうございます。あ、なんかかっこいいね。めっちゃかっこいい。このアーシャめっちゃかっこいい。あら、一番。伊沢さんどの人？伊沢さん真ん中の方。腕組んでる人？あ、そう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 。で、レイナの推しはどの人？推しは一番こっち側の人。左？一番そう。ん、何さんっていうの？川村さんっていう方。川村さん、うん、へえ、そうなんだ。この間日テレのなんだか、なんだっけ、小5クイズ、なんだっけ、小学5年生より賢いのみたいな番組があって、小学生の子たちと同じ問題を解いてみたいな、なんか、いや、ダメかも、なんか、なんかちょっとうまく言えないけど、うん、それにご夫婦で出てて、へえ、あ、奥様も、奥様も頭いいんだ。そう、なんかミステリーハンター、なんかあの不思議発見とか、多分そういう、この木何の木の不思議。ああ、そう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 。うん、そうそう。とご結婚されて1年前2年前ぐらいに。へえ。そうそう。めっちゃ頭いい子供が生まれるよね。ね、うちとは違うね。いいじゃないだと、とりあえずめっちゃ声が大きい子供が生まれたんだからいいんじゃないですか。そうよ。それで、うん。それで、うん。ね、YouTube 見て、見てて、うん、ついこの間200万人突破して。結構すごい。すごいね。うん、だから、うん、クイズね、あの、私の母、あなたのから見ると大ママすごいクイズ好きだった、そういえば、うん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 、クイズ番組、クイズ番組よく見てたよね。特に昔はね、盛んだったから、すごいありましたよ。なんかパネルアタックのやつ、ま、そう、それはなんかわりかし新しい、うん、私が知ってるから多分タイムショックとかもだし、あのマイルのやつでしょ。 あとなんかね、ちょっとね、題名はクイズグランプリっていうのが、題名違ったかな、なんかね、毎日やるの。毎日、うん、違う内容なんでしょう。そう、なんか作るのすごい大変。7時45分から8時、ごめんなさい、ちょっと私の記憶も定かじゃないんですけど、ママが小さい頃、うん、わりかし、わりかし、視聴者さん知らないんだ。そういうのをいいんですよ。で、今みんな検索して、あ、何、花岡さんこの時もう生まれてるのぐらいな昔のやつです。そう、それで、あの、それをもう母がすごい好きで、あの、なんかこうお家のことをやる、お食事とかの手を止めてまでそれを見るぐらい。すごいクイズ好きで、あとほら大ママあれとかも好きじゃない、クロスワードとか。あー、やってたね。そう、新聞とかについてくるやつ。そうそうそう、クロスワードよくやってたんですよ。やってたで、私も結構クロスワード好きで、でも私はなんていうんだっけ、あれ、あの数字こうやって入れてくるやつ、数読そう、数読に結構ハマっていて、あのまた最近流行ってるのか分かんないんだけど、スマホでたまにやってる。スマホのはやりにくい、やっぱりこう鉛筆持ってやる感じ、ね、そう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 。でこの頃なんで流行ってるのかなと思ってかっていうと、電車でよくやっている年配の人も見かける、うん、あの本のやつ、100均とかで売ってる、皆さんね、さ最近ね、あの、あ、本の方もいらっしゃるんだけど、コピーして持ってたりする。あ、うん、コピーして持ってたりする。え、何回もやるってことじゃないんじゃない、間違えたらってことじゃなくて、持ち歩くのがだるいからってことか。そう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 、でもそういう方の横に座っちゃうと、もうこうやって見て、あそこ3じゃん、言いたいみたいになっちゃうわけ。そう、だからまた私もね、ちょっとね、久しぶりに、うんと、始めたいなと思ってる、ここ2、3日。iPad あるんだから、それでやればいいんじゃない。あ大きい画面の iPad があるから。大きいと見やすいしね。そうそう、見やすいし。そう、だからなんかそれを受け継いで、のクイズ好きなのかなと思ったりもするけど。クイズが好きっていうか、うん、その、そうね、レーナーこうなんかね、あの、脳みそ使うの好きなんですよね。うんうん、好きですね。うん、でそのクイズノックの、うん、なんか YouTube がすごい面白くて、うん、例えばサマーウォーズって作品ありましたね。ちゃんと見てないですけど、サマーウォーズ、なんかそんな、誰が出てんだっけ、えー、
サマーウォーズ大丈夫、すぐスタッフさんが調べてアニメだよ、アニメ、あ、うん、じゃあ声とか誰がやってんの、誰だっけ、すぐ調べてくれ、宮野真守さん違うっけ、マモさん、え違う、それ違う作品かな、サマーウォーズっていう、あの、あ、あそう、それです、違う、神木隆之介、神木隆之介、あ、あれ、あ違かったっけ、誰が出てるんだ、誰が声やってるんだ、あ、まあ調べてください、くださる、うん、でのなんか中に暗号が出てくるんですけど、多分見たことある人は知ってる、へー、それなんか主人公が解いちゃうんだけど、それをなんかそのそれはうーんとなんだっけななんだっけな、あ出てきた出てきた出てきた、あ、やっぱり神木隆之介、そうだそうだ、ビアの守さんじゃなかったね、神木隆之介さんだね、谷村美月さんとか、うんうん、でそういう俳優陣が多いのかな、そうだね、うんうん、桜花奈美さん、なんかすごい、うん、ありがとうございます、すみません困らせてそれを現実的に解こうとするともう絶対無理みたいな、コンピューターが、うん、あっても無理なのかな、うん、ないと無理なのかな、うん、でそれをガチでその東大生の人が解いてみたみたいな暗号とかが結構再生回数すごい上位だった、へえ、ガチですごかった、それでなんか素因数分解とかそういうのを使っていくやつ、無理無理無理、間違いなくなっちゃう分野だうん、それですごかった、解けてたのかな、それえこれテキューさんでやるの、みたいな、あそれです、ありがとうございます、へえ、わわわ、理系、すごいね、理系の方で、でこっちの方は、東大の大学院の数学科出てる方、こっち、ね、そういう人ってさご飯何食べてんのかなって思っちゃう、あの院出てるね、どういうものを食べると私と同じものじゃないだろうなって思うのよね、食べてるものがね、でしょうね、うん、そうそう、それでとか、うん、あとは東大生7人集まればセンター試験満点取れる説とかセンター試験ほんとすごい、みんな手分けして自分の得意分野を得意、あなるほど、うんうんうん、それぞれみんな世界史が得意な人とか、はいはいはい、文系の人とかね、そうそうそう、うん、数学が得意だよとか、1000点満点すごいねかな、うん、1000点なのかな今も、そうなんじゃない、全部受けてないからわからない、私は、私の時代は共通一次でね芸大受けるのにもね全部受けなきゃいけないんですよね、あそれです、ありがとうございます、そうそう苦痛だった、うん、それでどのぐらい取れたの、まあいいじゃない、受かったんだからそうそう、違うの、違う、芸大はあの実技で4次試験まで行かないとそこで点数見てもらえないんですよ、そこで落とされたらどうするの、いやそういう友達いる、えいますよ、だから、歌がギリギリだった時にどっちの方が点数いいかってなったらやっぱり、やっぱじゃあ勉強もできないと入れないよっていうこと、わかんないでもね同級生にね800点だったっけ、めちゃくちゃ頭いい、600点だったっけ、800点いや8割と6割はだいぶ違うよでも、ね、でも声楽科だよ、うん、そうそうそう、そういう人いましたね、600の上の方だったかもしれない、へそれでも6割、でも芸大はそんないらないの、そんなそんなでもそうするとこうなっちゃうわけよ、そうそうこうなっちゃうわけですよそういいんです、そうだからね最後まで残れた時にちょっと緊張するの、うん、うわ、なるほどね、点数、どうしよう、さあ私さ大丈夫かみたいななるほどね、そうで私のことはいいの、どうでもとか、あとは漢字とか、あとなんか暗算とか特殊なパズルとか、うん、そういういろんな、うん、面白い動画がたくさんあって、うん、あと早押しクイズでも普通の早押しクイズじゃなくてこうなんか制限を設けてみたいな、なんか条件をつけて早押しクイズとか、うんうん、とにかくなんか動画のこういう、あ後ろだった、なんか違 う、 うそんなじゃない、もうちょっとちゃんとした早押しボタンちゃんとしてます、それでとか、うん、なんか発想力、その企画力がすごいなって思う、うん、やっぱ頭いい人たちが考える企画は違うな、うんうん、クイズノックっていうやつがね、そう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 、うん、それで今回のは何だったんだっけ、今回のは、うん、謎解きかけるホテルステイ、ホテルで一泊して部屋の中で解けるよっていうイベント、それにお誘いを受けて参加したわけですよ、だから絶対行かない、そんなの行かないって言われると思ったら意外と乗り気でなんか楽しそうじゃない、だって私はまずその、まあ、クイズもさることながらなんかホテル、都内のホテルにレイナと一泊みたいなのが、わなんか面白いかも、 ない、ね、うん、ないから、ね、だからまずない、泊まりに行くよっていう、なんか京都とか大阪とか、うん、予定があって泊まりに行くならあるけど、うんね、クイズを解くために、うん、だってどこだっけ、ある東京タワーの近くでね、そうです、芝の東京芝、うん、芝公園のだったんですけど、あそちらです、ありがとうございます、超能力探偵、あこういうやつだったんだ、えそういうやつだよごめんなさい、あこれあの声やってた
あの、なんか、さん、あの、坂系の女優さんですよね。そう、これにね、参加したんです、先週。そう。で、あれ、ホテルに泊まってやる、うん、あ、でもその、あったじゃん。うん、あったあった。あの、なんか、冊子が渡されて、チェックインの時に。うんうんうん、で、そこの QR コード読んで、なんか冊子を読みつつ、なんだろう、最初ストーリーがあって、そう、まず一番最初にストーリーが、簡単なストーリーを読むわけです。でその後こういっぱい説問なんかまず一番を読んでねってなって、うん、でそのままこう読み進めていくのかと思いきや、小説みたいに、うんうんうん、次は5を読めみたいな、そうそうそう、飛ぶんですよ、5みたいな、そうで20いくつまでいったらまたなんか3に戻れとか、そういう感じでこう読んでいくんで、で全部なんか読んだらネタバレになっちゃうから、わからないようにさってしてあるのかなって思ったら、使わない選択肢ってありました、ありました、引っ掛け、うん、みたいな、うん、外れルートだよみたいな文章もあって、あ、たくさんあるのよね、そういうことか、そうそう、なんてでそれをやっていく途中でなんかスマホ使ったじゃない、なんか QR コードを読んでねって言われて、うん、読むと公式 LINE を追加するのが出てきて、うんうん、実際にその警部さん、うん、その自分がその探偵になってその事件を持ってきた警部さんっていうね、うん、あれは警部さんと実際に公式 LINE 上で、まあ、そのやり取りをしながら、だから多分そのこう送るとこう返ってくるみたいなのが多分決まってて、うん、ちゃんと実際にこう自分がその場で会話してるように、そう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 、なんかだから何でなんか分からないことがあったら聞いてくださいみたいな言われて、でこっちが聞いて的外れなことだとなんかそれは関係ないとか言われるんですよ、返ってくるけど、ちゃんとしたのを送るとちゃんとヒントが返ってきたりとか、うん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 、とかあとは音声、あのボイス、音声、そうそうそう、ボイス、そう、超能力探偵だから、うん、なんかこの昨日の17時例えば8分とか指定して、まあ、それも多分また外れなのを送ると違いますよって言われちゃうんだけど、うん、ちゃんと指定されたのを送るとちゃんとボイスメッセージが返ってきて LINE で、でそれを聞いてまたそれをヒントにして問題を進めていくっていう、そうなんです、めちゃくちゃ面白かったですね。で一応なんか制限時間っていうか、あとこのぐらいかかるよっていうのが3時間目安ですみたいな、うん、でもねまあ2人いたせいもあるかもしれないですけど一応2時間ぐらいで、ね、うん、そうね、解いたね、まあ私はね、うんうん、あのちょっと おまけみたいなもんなんですけど、いやいや、そんなことない、でもちょっと使わずに解けたね。そうそう、面白かったのは結構もう、おー来た来た、これで最後だなと思った時にまたちょっとどんでん返しがあり、あ、戻るんだ、戻るんだっていうのが面白かった、めちゃくちゃ作った人すごいな、すごいね、あれは作った方クイズノックさんマジですごい、うん、すごいと思いました、うん、そうだからレイナが、またもし会ったら一緒にやるっていうから、もうやるやるやるって、すごい面白かったんですよこれ。結構他の会社、イベント会社とかでもそういうホテルステイのイベントとかやってるんだ、いろいろあるみたい、うんうんうん、うん、し、あとクイズノックの方で言うと、7月21日から そっちの告知みたいになっちゃったね本当だ東京ドームシティ頼まれたの、頼まれてる案件じゃないです、はい、東京ドームシティ、うん、あの東京ドームあるところ、はい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 、とあと遊園地、うん、あのラクーアとか、あの施設全体とコラボして謎解きが2ヶ月間、行くあ、それです、ありがとうございます。東京ディスカバリーシティ、へえ、こうなんか前売り券とかもあって、こうアトラクションのチケットと謎解きのキットがついてくるよみたいな、うん、面白いかも。でもちょっと私もまだ難しすぎて、アトラクションにも乗るの、うん、まあ乗りときゃ乗りときゃ乗る、違う、ほら例えばさ、なんか、別にジェットコースター乗りながら謎解きとかはない。今それを思ってたんだから、ジェットコースターが一番最初にあのカタ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 だけ、そう、ここでなんか見えたものみたいな、なんかそこのなんか時間のなんかみたいのとかかなって思った。多分そういうことはない。私もまだちょっといろいろ本当に内容がボリュームがすごすぎて、まだちょっと全貌が把握できてないという感じです。でも結構長い期間やるのね、夏休み、うん、2ヶ月ぐらい、うん、いや、暑いな。そうなんだよ、あちこち多分回るから多分暑くて、ダメじゃん暑いの、そこなんだよね、ね、私も暑いのダメだからなんか夜限定の謎解きとかも多分ある、あ、それだったらいいんじゃない、ちょっとまだよくわかんない、そうなんだ。でもなんかね、そのホテルのやつはあれだな、耳が難しい、大丈夫痛くなっちゃう、あのホテルのねお部屋でやったやつはなんかホテルの起こさないでくださいみたいな、ほら、まあ、もうあるじゃないですか、ある程度喋っても大丈夫、うん、あの、うん、ドアにペッて貼るやつね、そうそう、うん、あとお掃除してくださいとか、うん、あれが、でもね、私お部屋入ってドア閉めるときになんかね、やけに目についたのね。でも違うよ、なんかあれはなんだっけ、災害があったときに無事ですみたいな、なんかで、あ、私それ初めてだったの、ね、災害があったら無事ですっていうのを、あ、外に貼っとくんだ
と思って、でもそれがそのクイズの中に出てきた。実際にそれを部屋の中にあるこの形のものを見ろじゃないけど、なんか、なんかすごいなって思って。面白かったよね、あれね。あれどの部屋にもあるのかな。聞くの忘れちゃったね。あ、そうだね。あ、だからそのクイズ解いてない。そう、イベント用なのか。で翌日、なんか解けましたかみたいな朝チェックアウトの時に言われて、でなんか見せるのね。そう、あのクリア画面みたいなの。画面を見せて。ラインの画面を見せて。そうするとなんかまたさらになんかクイズが。なんかおまけ謎みたいなのがあって、それやってたけど解けた？解けない、難しい。あれ私まだねチャレンジしてないんですけども、なんかだから終わってからもそうやってこうなんか楽しませてくれるっていうか、すごい企画だなと思って。あと、過去に、神奈川県の横須賀市の猿島のを使った猿島ねミステリークエストもやってたし、でもそれも外か。でもね、3月とかだからまだ。あ、じゃあいいかもね。猿島ね、横須賀生まれ、あなたも横須賀生まれ、横須賀育ち、私も横須賀生まれなんです。行ったことある？猿島行ったことないんですよ、無人島実は、ね、ちょっと行きたかったな。実はね、あのしょっちゅう見えてるんですよ。あ、それです、ありがとうございます。公式サイトにこういうのがあって、あとその前には裏が、裏がでもやってて、裏が私生まれたとこですよ。あの私船の剣付き1日パス、謎解き街歩きをやってて、わ、行けばよかったと思って。去年の11月だったから。あ、そうなんだ、じゃあもしかしてまたやってくれるかもしれない。裏がドッグツアーとかもいろいろこうなんか裏が一体でやってたみたいで。なんでその横須賀、わからない、その一角というか。おお、ちょっとじゃあいろいろ出してくださいました、ありがとうございます。そうです、ちょっとまたね、あのボケ防止にもなそういう年だね。そう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 。でもなんかね、あのホテルでっていうのは面白かった。なかなかないね。でしかもその日ほら、あの私たち頑張って見てたラストマンのドラマのラストマンの、最終回だったんだよね。なので6月25日ですね。そうなので、そのそこまでには絶対謎解きを終わらせなきゃいかんという感じで、ね、なんか早めにチェックインして、ね、そう無事に終わってよかったけど。そうでもあれ涼しい中 で快適にできるのはいいな。いよいよ結構頑張ったよ、いろいろ頭働かせて、こうじゃないこうじゃないって言いながら、面白かったです。なのでまたちょっと機会があったら、お台場とか宮下パークとかでも過去にいろいろコラボしてやってたみたいだから。そう、ご存知ですかね皆さん。私はねえだから初めて、周りに言ってもうーんって言われちゃう。あ、そうなんだ、もっとじゃこれを若い子なのかな見てるのが。なるほどねもしかしたらちょっとこれをね、あの皆さんにもぜひみんな YouTube 見てほしい、宣伝したいなと思う。あの本当に面白いかったので、ね、ある、そう、ま、高校生を対象にしたクイズ大会とかも毎年開催してたりとか、講談社プレゼンツ、へえ、結構すごいよ、ね、クイズ好きの皆さんどうぞいろいろ好きな方はあの調べて参加。クイズじゃなくて もう見てる、あ、取れちゃったお願いします。すいませんね、備品だから壊さない。備品だから見てるだけで結構勉強にもなる。あ、そう、お勉強になると、すごいなるんですよね、クイズはね、あの知らないことを知ってたりとか。そうなんだ、そう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 、あ、この漢字こうやって読むんだ。私ね結構ね、あのほら山手線とか JR でなんかどうでもいいような、どうでもよくないけど、あ、どうでもいいんだけどどうでもいいクイズあるじゃない、三択みたいな、任天堂、ね、任天堂、あのマリオがなんかやってくれたりとかするやつ、あれとかも結構真剣に考えるんですよ、結構あれもためになるね、そう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 、だからやっぱりこう知らないことを知るのにクイズを、クイズというツールを使うのも良いかもしれないですね、ぜひ。そう、面白かったです。ちょっとあの全然夏休みの思い出とかじゃないんだけど夏休みじゃないよ、ね、全然夏休みじゃないんだけど、あのちょっとね、私の今年の思いそうね、行くのか、そうで、あのちょっとね、私の今年1年のニュースの中には入れたい出来事でしたね。リアル脱出ゲームとかもね結構あちこちであるから。何脱出、だから自分で多分行って謎を解いて脱出するみたいな。脱出できなかったらどうすんの？知らない、置いて帰る一人で脱出して帰ります。別にあれだよね、なんかさ、箱の中にこうあのチェーンでなんか違う、そういう脱出、なんかそんな引き立て行みたいな感じじゃない、ない、何、ない、ね、マジック始まる自分で想像しておかしくなっちゃったそういうことじゃなくて、多分謎を解いていくんだと思う。そうしないとドアが開かないとか、そういうこと、おそらく
どうなのかな、面白そう。それもスマホ使ったりするのかな。一緒に行こうよ。それはあのそれこそ新宿の新しくできたなんだっけ、東京のビルあるじゃん。はいはいはい、はい、なんかちょっとお手洗いのことで、ね、あのそうそう歌舞伎町のあの近くで、うん、この間あの友達がここに行くんだって言って、あ、そうなんだ、バイバイってしてそうなんだ送り出してきたから、うん、ぜひぜひ、そう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 、うん、行きましょう。はい、ね、あと番組も5分え5、6分になりましたね。そんなに喋りすぎ喋りすぎ、そんなことない。クイズノックのことでちょっと熱く語ってしまったんですけど、でもほら私のこのね虹色シャコ日和の中ではそういう話題を振ってくれる人はいない、いないね。だからね、あのいいじゃないですか、それ宣伝にもなったしね。そうですね、うん、うん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 、そう。パパは行くかね、こういうの。かけるかな。なんかさ、あのあれじゃない、なんかあのわざとふざけて、なんか全然なんかすっとんきょな答えとかを、これはえこれ違うのとか言って、そうそう、なんかありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごままさん、はい、ありがとうございます。昔はクイズグランプリ、あ、やっぱりありましたよね、クイズグランプリ、アップダウンクイズ、はいはい、ハワイ行けるやつね、うん、とか上がるの下がるの、そう、上がったり下がったりしてで全問、あのだからうまく一番上まで行けるとちゃんとタラップでこうやって迎えに来てくれて、あ、飛行機降りてくる、そうそう、それでレイとかかけてくれる、へー、そう、あの視聴者参加のクイズ番組ありましたよね。そう、今は街の中を歩きながら謎解きするイベントもありますね。東京タワーでの謎解きイベントに娘が参加したこともありました。あ、いい、面白そう、うん、今はクイズの形もバラエティ豊かですね。確かに昔とちょっと形が変わりましたよね。で、スマホを使ってった、そう、スマホを使ってってすごいなと思って、あれガラケーの人でも平気なの、LINE ができれば大丈夫なんじゃない、今回のやつは。そうそう、 LINE を使いました、うんうん、LINE を使ったんですね。そうそう、ありがとうございます。クイズグランプリアップダウンクイズ、懐かしいですね。そう、あれ皆さん視聴者ですよね、出る方はね。まあ今もあるよね、うん、ネプリーグとか Q 様とか一応クイズ番組はあるね、ネプリーグはあれだよ、ね、みんなで一文字ずつ出してる、うん、なんか答えが新幹線だったらあの一文字ずつ出すんだけど、うん、誰かが間違っちゃうと言葉にならないから失格みたいな、うん、やつとか。それネプリーグだね、と見たことあるか。でもそれタレントさんじゃない、で、あ、まあそうですよね、結構番宣とか、うん、だからそれこそそのクイズノックの方もそういうクイズ番組に出たりすることもある。あ、なるほどね、うん、だって昔はさ本当にさ、神奈川県から来ました、そうか、なんとかです、会社員ですみたいな、そういうのぼつまん大会みたいになってこと何番みたいな、そういう感じでミリオネアみたいな、赤のコーナーの方、はい、あの自己紹介よろしくお願いしますとか言って、うんうんうん、東京都から参りましたみたいな、なんかそういう感じだったからね。まあ、今もあるのかな、そういうの、うん、まああるかな、東大王とかもそうかな、ね、ぜひぜひ。あ、東京タワー面白そうだな、うん、スカイツリーとかでもやってそうだよね、うん、で翌朝はその芝だったので東京タワーの見えるおしゃれなカフェで、うんうん、ね、ブランチ、ブランチしました、パンの石お店で、そう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 、ね、美味しかったです、うん、なんかね、たまにそういうクロワッサンがすごく美味しかったね、あそこの店持って帰りたいくらい美味しかったです、うん、売ってたよそう、なんかね、そういう娘とのそういう時間を過ごすのもね、なんかいいかなと思って、うん、はい、じゃちょっと一応さ3分くらいあるからもう一回ちょっとライブ のもう皆さんライブのことを今クイズになっちゃったよね、そうそう、クイズノックのことで頭がいっぱいになっちゃう、東京ディスカバリーかってなっちゃってるかもしれない、なっちゃうとね、うん、あれなんでちょっともう一回じゃあちょっと念押しさせていただき、ね、ありがとうございます、出していただいて、はい、うん、でもさ、でもほらなんか、うん、あのお知らせして、お知らせしたよ、うん、さっきしたね、うん、はい、どうですかね、あともう、もう明日リハーサルするのね、明日、うん、1回目のリハーサルです、うん、ジャイアン来てくれんの、ジャイアン来る、来る、うん、でじゃあ光らせるかどうかっていうのも決まる、ね、そこでエレクトーンが光るかどうかが決まる、うん、でもレイナ君とはこの間ちょっとだけね、2人で合わせ、うん、デュエットものだけ合わせたのかな、うん、どうですか、2人でこう歌った感じは、うん、なんかいい感じじゃないって感じいい感じじゃないな感じなんで、じゃあ楽しみですね、うん、うん、で向こうはさ、あのレイナのことなんて呼ぶの、レイナちゃん、うん、でレイナはレイナくんだって他になんて呼ぶの、いやでもそうだよね、だって江上さんとはならんよ、江上さん佐野さんじゃないよね一応多分向こうのがちょっと年上だけど、そうだね、いくつ2つ、うん、2つぐらい年上が、全然タメ口で話してる私は、うん、レイナちゃんさって言うの変な感じなんじゃない、レイナ君さっていうのが変な感じじゃない、まあでもそれしかないですね、そう、確かに、あ、漢字をイメージして呼べばいいんだ、なんかひらがなですねLINE でやり取りするときはあ、ひらがなでかな、あ、わかんない、私はひらがな、向こうどうだったかな、
ねえ君さって いやそんな感じではないレイナちゃんさレイナ君さあの二人が本当奇跡だと思いますよ、うんうん、素敵なのでぜひ見てほしいですね。ですあの会場で応援してくださるのもあり、配信で、ペンライトペンライトペンライト振ってくださるのは大歓迎です、うんうん、好きなもの振っていただいて大丈夫ですので、うん、あのなんか好きなお飲み物飲みながらねぜひなんか食べながら、うん、ご覧いただきたいと思います。はい、うん、じゃあそんな感じでお時間大体大丈夫かな。ね、うん、次回のゲストは誰ですか。あの足もみなっちゃんです。あ、はい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 、リフレクソロジージストの本名なんていうの、久米田奈美恵ちゃん、うんうん、ここで足もんでもらうの。もんでもらわないそうなんかまたツボのこととかあ、自分でねできるツボ押しとかね。そうそうそう、うん、なんか暑さを対策のとか教えていただきましょうね。楽しみですね、はい、じゃあそんな感じでレイナちゃん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのパパもひな子も見てくれてるとのことなので、リアタイリアタイダメダメもう、はい、では次回は2週間後になりますが、久米田奈美恵ちゃん来てくださいますのでよろしくお願いいたします。本当に暑くてね、あ、なんか降ってくるかもね雨ね、あね、暗くなってきましたので皆様ご自愛いただきたいと思います。じゃあ本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。やかましいあのお話に付き合っていただきありがとうございました。ありがとうございました。